各年代別のマケドニアの領域マケドニアの拡大主義者によって示されたマケドニア地域を表す地図。マケドニア民族主義者が現在の北マケドニアの外に主張している領土では実際にスラブ系マケドニア人は少数しか居住していない。統一マケドニアとは1900年代初頭から唱えられたスラブ系マケドニア人のマケドニア民族主義者による マケドニア全域の統一を目標とする民族統一主義の概念であり、本来マケドニア全域がスラブ系マケドニア人の故郷であり、1913年の第二次バルカン戦争のブカレスト講和条約でセルビア王国、ギレシャ王国、ブルガリア王国により、不当に分割された。マケドニア全域を統一国家とし、テッサロニキを首都とする。党と主張されている。 北マケドニア政府は、周辺国への領土主張を撤回し、統一マケドニア主義者への支援も行っていない。以下の故障は、スラブ、南スラブ系マケドニア人によって好んで用いられ、ギリシャ人やブルガリア人から見ると攻撃的で不快な故障と受け止められることもある。この概念は、マケドニア地域は、その住民の大多数が抑圧された、スラブ系マケドニア人であり、 未解放のマケドニアの一部であるとする主張を規定とし、彼らの主張では、各国の公式な人口統計では、民族的マケドニア人が実際よりも少なく、数えられているとしている。F ・ビアン公にによって1885年に、作成されたマケドニア全域のチリズこの概念の、起源は1910年に遡る。第一次バルカン共産主義連邦構想の主要な、 考慮の一つに、マケドニア問題の解決が挙げられており、ゲオルギ・ディミトロフは1915年、参加国によって、分割されたマケドニアを再統一し、バルカン民主主義連邦の枠組みの中で、対等の権利を有するマケドニアを作ると、書き表している。統一マケドニアの概念は、内部マケドニア革命組織の革命家たちによっても、用いられた。 1920年から1934年までの内部マケドニア革命組織の指導者であるトドル、アレクサンドロフ、アレクサンダル・プロトゲロフ、イバン・ミハイロフらはこの概念をギリシャ及びセルビアによる占領からの解放とマケドニア全土の統一による全てのマケドニア人民のための統一マケドニアの建設のためのプロセスであるとしていた。 マケドニア全土を共産主義のもとに統一するという考え方は1948年にギリシャ共産党がギリシャ内戦に敗北したことやティトを率いるユーゴスラビアが独自路線を取りソビエト連邦を呼びブルガリアと断交したことによって実現不可能となった。マケドニア共和国がユーゴスラビアから独立する前後にギリシャでは この統一マケドニア主義がマケドニア政府によって公的に支援されていると疑われた。1991年11月17日に採択された新生マケドニア共和国の最初の憲法では第47条に次のように記されていた1共和国は周辺諸国に住みマケドニア人に属する 人々、並びに、マケドニア人の国外追放者の地位と権利に関心を持ち、これらの人々の文化の発展を支援し、共和国との結びつきを促進する。この目的の実行に際して、共和国は、他国の主権を侵害せず、内政問題に干渉しない。二、共和国は、共和国国民の国外における文化的、経済的、社会的権利に関心を持つ。 ギリシャにおいてこれは、ギリシャの内政問題への干渉の口実の規定と、みなされた。1995年9月13日、マケドニア共和国は、領土問題などを理由としたギリシャによるマケドニアに、対する経済封鎖を集結させるため、ギリシャとの間で、暫定合意に達した。合意の規定では、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国は、 周辺諸国に対するすべての領土要求を撤回し、それによって統一マケドニア主義は、いかなる公的な支援も受けることができなくなった。しかしこの概念そのものは広く知られ、マケドニア人民族主義者によって擁護されている。しかしながら、統一マケドニアの概念はその後も、マケドニア共和国の公式文書の中に見られ、学校において、教科書や、 その他の政府の公式観光物によって教えられている。ありがとうございます。